角川書店。角川書店は、日本の出版社、角川のブランドの一つ。東京都千代田区に、事業所を置く。本校では、ブランドカンパニー化以前の株式会社、角川書店についても解説する。1945年、国文学者、角川玄吉により創業。出版第一号は、佐藤沙太郎歌集、歩導。1949年、 角川文庫を創刊し、岩波書店の文庫編集者だった、長谷川聡氏を招き入れる。1952年、昭和文学全集の成功により、文芸出版社としての地位を確立した。1954年4月2日、株式会社、角川書店、現、角川を設立。1956年、角川国語辞典、角川緩和辞典を刊行し、 自転分野に進出。1957年、高等学校国語総合を発刊し、教科書分野に進出。1970年代に入って、門川文庫文芸路線から横溝静止をはじめとする一般大衆向けに路線転換し、成功を収める。1975年に門川春樹が社長就任後、翌年には映画制作に進出。 書籍を映画化し、テレビコマーシャルを利用して大々的に販売するメディアミックス戦略を成功させ、日本映画界に角川映画旋風を巻き起こした。その後、映画制作関連して映像パッケージの制作や音楽著作権ビジネスにも進出した。1980年代からはザテレビジョンや東京ウォーカーなどの情報誌の企画なども行うようになり、 80年代後半には、漫画雑誌やゲーム情報誌を多数創刊。1988年には、角川スニーカー文庫を創刊し、後には、関連会社、アスキーメディアワークス、富士見書房も含めて、ライトノベル市場の国内最大手となった。2003年4月1日に、持ち株会社制度に移行し、角川ホールディングス、現、角川に、社名変更して、 純粋持ち株会社となる一方、事業会社として、新規に株式会社、角川書店、二代目を設立する。角川書店、二代目は、事業再編の一環として分社化が進められ、2004年1月に映画制作を担当していたエンターテインメント部門を、同グループ参加の角川大映画、後、角川映画へ、2005年10月に、見事業部を、 藤見書房を二代目として分社化。2006年4月には、テレビ情報事業を角川ザテレビジョンに、ウォーカー事業部と広告事業部を角川クロスメイヤに分社化。2007年には、書籍事業部、アニメコミック事業部、カルチャーコンテンツ事業部を新設の株式会社、角川書店。三代目に、雑誌事業部、CD データ、DVD データ、花時間は、 角川マガジンズ初代に映画関連子会社は角川ヘラルド映画のち角川映画に分社化され角川書店二代目は株式会社角川グループパブリッシングに称号編した角川書店三代目は2011年1月に角川映画と合併し同社の映画事業と映像ソフト事業を継承2013年10月1日 角川、初代角川書店に、九州合併され、ブランドカンパニーとなる。2015年4月1日、角川が、社内カンパニー制を廃止し、角川書店は、組織名からは姿を消す。映画ブランド、角川映画と、アニメブランド、角川アニメを有している。1976年に、角川春樹事務所、現、角川が、犬神家の一族で、 映画制作に参入し、映画ブランド、角川映画を創設。1983年に、角川アニメ映画第一弾、現場大戦が公開、以降角川は、アニメ制作を行うことになる。1984年に東映ビデオと提携して、角川ビデオ、角川ビデオレーベルで、VHS、少年ケニアを発売し、映像パッケージ制作に参入した。その後、 出版ルートでのパッケージ販売を開始し、1988年には VHS、角川アニメ世界名作劇場総集編シリーズを販売している。2002年11月、大英の営業権を取得し、映像 IP と撮影スタジオを継承。2003年にアニメは角川アニメ、角川アニメレーベルへ移行。2004年に角川エンタテインメント、現、 角川が設立され角川グループ内で映像パッケージ販売、セルレンタルを担うようになった。2005年3月日本ヘラルド映画を子会社化し、洋画配給、映画工業業、日本語版制作事業を取得。2011年11月メディアファクトリーを子会社化し、メディアファクトリーの映像事業が角川グループ加わる。2018年現在角川は、 旧角川書店、499万7766、旧角川エンターテインメント、4億58219484、旧日本ヘラルド映画、498万8132、旧大英、498万811、旧エンターブレイン、454万1993、旧メディアファクトリー、 4935,228の GS1 事業者コードを保有しており、映像ソフトでは、旧大英、旧メディアファクトリー、旧エンターブレインの GS1 事業者コードを使用している。2009年1月31日付の産経新聞、オンライン版では、角川グループホールディングスが、著作権を有するアニメの違法アップロードは、YouTube に限り、作品によっては、 公認バッジを与え、広告を動画に入れることを条件に認めるとし、原則的に広告収入は YouTube を経営するべ、Google とかドカワで分配し、優秀なマット作品に対しては、広告収入の一部を動画作成者に還元すると報道された。なお、これらの前提条件として示されたものは、対象のアニメ作品に愛情が感じられることであった。しかし、 2011年10月12日付の J、キャストニュースによると、角川、シェアにて、角川アニメを違法に共有していた人物を告訴、したが、その理由として、アニメなどの本編映像を使用することを許可している、わけではなく、マット映像程度のものだけを許可しているとことた胸を、角川書店ホーム部のコメントとして紹介した。角川、9、角川書店、9、 角川映画、旧、角川春樹事務所の制作で、角川ビデオ、角川ビデオレーベル、角川アニメ、角川アニメレーベル、または、角川、角川、書店、旧、角川映画、旧、角川エンタテインメントから、パッケージリリース、配給されたアニメ作品を挙げる。2013年3月29日、子会社であった角川シネプレックスが、 ユナイテッドエンターテインメントホールディングスに譲渡されたため、角川シネマは角川書店直営となった。パソコンゲーム、特にアダルトゲームを家庭用ゲーム機用にして発売しているものが多い。2003年に新ブランドベルメイドを設立したが、現在は角川書店本体に吸収されている。2009年、ホビーボックスとの共同ブランド角川書店ホービーバックス。 角川ホビーボックスを設立。2011年4月に家庭用ゲームパブリッシング事業は角川ゲームスに統合されており、以後企画、制作を角川書店が販売を角川ゲームスが手掛けるという体制になっている。1997年に ESP に出資し合同で設立したが2002年以降は買収され、現在は他社と合併している。 以下の各社は常日角川グループとの資本関係はない。角川書店、厳冬社、角川春樹事務所の間を転職していく編集者もいる。1992年、当時の社長、角川春樹の下で副社長を務めていた、春樹の辞典、角川嗣彦が春樹との路線対立から突如辞任し、株式会社メディアワークスを設立。これに伴い、 嗣彦が社長を務めていた、角川メディアオフィスの従業員も退去して退社、メディアワークスに移籍するという分裂状態が発生した。その後春樹が、国会イ密輸容疑で逮捕され、春樹が社長を解任されると嗣彦が、メディアワークスの社長を兼務する形で、角川書店に復帰し、最終的には、メディアワークスを、角川書店の事実上子会社することで決着を見た。 メディアワークス社側から見た経緯についてはメディアワークス校を参照。その後嗣彦は角川ホールディングス会長に就任している。メディアワークスが角川グループ入りしたことにより漫画、ライトノベルなどで角川書店と重複する分野が発生した。さらにはファミ通などのゲーム情報誌を発行するエンターブレイン、メイアリーブスイコールはスキーグループが カドカワグループ入りしたことにより、分野の重複が一層進んだ。当面は、ファミ通とメディアワークスが発行する、電撃の両ブランドは存続させることとなっているが、電撃姫をはじめとする美少女ゲーム雑誌分野は、再編が始まっている。また、2007年9月には、メディアワークスとアスキーとの間で、合併協議を開始したと発表、2008年4月1日付で、 アスキーメディアワークスが発足しており、今後角川書店やエンターブレインを含めた角川グループ内の再編も注視されている。2013年10月に角川がアスキーメディアワークスを吸収合併。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。